マーク・ダナ・ヒューは、アメリカ合衆国出身のカーレーサー。1972年のインディ500のウィナー、および1973年のカナディアン、アメリカンチャレンジカップチャンピオン。1975年8月17日、F1 のオーストリアグランプリの予選中にクラッシュを起こし、マーシャル一人が破片を受けて死亡、別のマーシャル一人が負傷した。 ダナヒューは、自力歩行や会話が可能で、事故の状況について、サゼン前ンがパンクを起こしたと、チームに語っていた。目立った外傷もなく、当初は、軽い脳震盪と見られていたが、次第に頭痛がひどくなった上に、痙攣を起こし意識を失った。病院で緊急手術を受けたものの、頭部強打に伴う血栓症と、その合併症のため事故から2日後の8月19日に、死去した。 38歳ボーツ。ABCD、ドナヒューレーシング、デス,スーツビギーズ。ザデー、アソシエーテッドプレス、P22、https コロンスラッシュスラッシュニュース .google.com スラッシュニュースペーパース、ID イコールイスジザイバッジ&、シットイコールハタナバッジ&、ピコグラムイコール2546%に C249 万1870。ありがとうございます。